撮り始めた。明日から沖縄旅行に行きます。もう荷物がパンパンに入ってるんです。明日から楽しみだなと思って動画を残してます。でただいま時刻が1時半、明日のフライトは6時半。何時よ、1時間前に着かなきゃいけないんで、5時半には着かなきゃいけないんですけど、まあその前に家を出たりするので4時起きだよっていうので、あと2時間半か、2時間半も寝れるんだ。私も今日終電で帰ってきたからご飯食べれなくて。でも結構よくあるよね、こういう夜中に Uber。 仕事してる田中さん、仕事してる柴田さんでは結構ハキハキとね、バリバリと。あんたハキハキじゃないの？私はハキハキじゃないね、ずっと。けどなんかやっぱ仕事を中心にね、見せる面が多いから、まあ、恋人といる時の意外とうちらのゆるい感じとか、変なところとかをね、今回は残していけたらなと、はい、思います。行ってきます。じゃあせーの、ぴょん。おはようございます。おはようございます。無事起きられましたか？寝坊しました。どのくらい？出る時間に起きた。やばいよね。全然やばいね。全然余裕。行ってきます。行ってきます。無事着いた。すいません。着いた。メンソーレ。はい、メンソーレ。早速バカンスじゃない、私。じゃあ今から荷物を取ってレンタカー屋さんに行きます。沖縄と言ったらやっぱりオープンカーということでいつも借りてます。なんか言えよ。ユニバースレンタカー。私は財布をなくしました。大丈夫大丈夫、財布をなくす人なんてさいくらでもいるんだし。でもこの沖縄に来て財布なくしたやつで思い出に残るよね。財布忘れちゃうとかさ、なくしちゃってもさ別になんか困ることって何？言ってみな。カードが1回停止しなきゃいけない、でも盗まれたわけじゃない、ね、保険証再発行する、まあそれはね、運転免許証も再発行する、で会社のカード、会社の開けるカードを持ってたからもうそれに関しては多分罰金対象でしょ。あと爽やかのあれ入ってる。爽やかの割引券。でも、家にも爽やかのあれちゃったから。あとじいじのさ名刺が入ってる。それは悲しい。どうやって切り替えられるの？なんか、着いた。皆さんいろいろあったから切り替えてる。ちゃんとメキシコに来ました。もうご飯時だから混んでるね。これは初めて2人で沖縄に旅行行った時に行ったタコス屋さんで、その後は毎回行ってます。美味しくて美味しくてね。美味しくて美味しくて。じゃあ今から私たちの大好きなタコスに財布もないが行きます。前の手順もですか？どう？
彼女が財布なくしてあたふたしてる彼。もうちっちゃい財布じゃなくてめちゃくちゃでっけえ財布を買ってあげる。ちっちゃいと見失っちゃう。ねえどうしよう。でもまだなくしたか分かんないから家にあるかもしれないし。よかった。だが、うん、5日間頑張るね。切り替えてこう。はーい。田中さんは何飲むの？お茶。お茶？私はジンジャーエールでーす。乾杯。到着しました。トマトとレタスとひき肉とこのチリソースで食べます。トマトあるのに。美味しいね。この赤いソースが美味しいんだよね。そう。ちょっと辛いんだよね。そう。しかも皮がもちもちが美味しい。美味しい。美味しいね。この後はこの本に載ってた雑貨屋さんに行きます。わーい。私たちすごいインテリアが好きだから雑貨屋大好きなんだけど、ここだし、パール58号線にある、アンティークショップ。はい、では行けー。かったね。可愛かった。テイクか次。あ、うわあ。おー、行っちゃった。アシメトリー。ここは私たちが毎回行ってるパラミータというカフェです。どのぐらい並んだか。いつも人気なんだよ。何頼みました？私はストローソーダ、柑橘のソーダとアイスコーヒー。グラスの香りかな、うん、ここがこの前来てすごいあれだったんだよね。可愛くて。そう、可愛くてずっと来たくてね。でもずっと休みでやっと来れました。嬉しいです。みんなもぜひ来てみてみて。並ぶけど、でもなんかインテリアとか、今は多分ポップアップでインドの生地屋さんが来てるけど、そう、OK、なんかちょこちょこやってるみたいで、そういうの、うん、キャンドルとかもあったり、いい匂いだから見てみてください。我々毎回沖縄に行くとオープンカーってもう決まってて、で、あの音楽はちゃんと沖縄っぽい音楽を流しながら、あの雨だろうがなんだろうがオープンしてってね、あるんです、ルールが。毎回おなじみので、今回は、ミニクーパーの赤でしたね。強めの赤。ちょっとお任せのやつにしたら赤になっちゃった。今からどこに向かうんですか、我々。今からホテルが、うん、アウェイコーイド、うん、みたいな名前のところで、うん、そこの方に行って、まあちょっとお腹空いたらガーリックシュリンプをテイクアウトしてお部屋で食べようかな。絶対行くっていう。お決まりなの、あのタコスとガーリックシュリンプはいつも同じとこに行くっていうルーティンだから、うん、ちょっとそこ行ってね、ホテルチェックインしてそこからまたホテル行って考えます、ね、なんか天気が持ちそうだったらお水も入りたいし。お水、うん、そうだね。え、うん、お水ね。お水、お水も入りたいし。プール、うん、今私たちが大好きな氷島の氷
リシュリンプに来たんだけど、なんかいろいろシステム変わったり人気になりすぎて、オーダーしてから30分ぐらい、うん、30、40分待たなきゃいけないってことなので車で待機してます。なんかみんなこれ私たち今3時、4時ぐらいに来てるんだけど、それでこんなんだから、まあ、ランチ時とか1時間は待ったよね、多分ね。今からガーリックシュリンプ買ったらそれ持ってホテル行って、うん、ホテルで食べるっていうことですよね。そうです、わかりました。じゃあちょっと 2,30 分待ってそれを持ってアウェイホテル、アウェイ氷町、アウェイリゾート氷島なんちゃらだっけ、ちょっと嘘かも、ごめん。お部屋もねめっちゃ素敵らしいので楽しみです。楽しみです。いよいよ来ました。いよいよ大好きな氷シュリンプ、あれ何氷シュリンプを、はい、開けます。わーおいしそう。これだよこれだよ、ガーリックライスを1つ追加しました、ね、本当はこの山が2つなんだよね。そうそう、なんかエッチなお姉さんのなんかエビのやつみたい食べます。うん、うまいな、変わらず美味しい。これはうまいな。じゃあ沖縄旅行記念として毎日の服装を記録していきたいと思います。ブックブックってやつ。じゃあ私から、私はこの、 あの下北沢で買った古着の魚の骨みたいなに白い半ズボンの小僧スタイル。この背骨は下北沢の、はい、西海岸、違うわ、忘れたね、忘れたけど、まあどこかしら の、 しあの古着です。こちらはで、これは多分 GU かユニクロの半ズボンですね。で靴下が、え、はなちゃんがおソロでプレゼントした靴下屋さんの靴下です。私は今日は移動日、飛行機だったので超ゆるゆるにしたいのと、飛行機って寒いから沖縄着いて分かってるけど、このリネン素材のシャツを合わせました。うちら超おしゃれじゃないけど言うね、一丁前に、これはジェネシス、これセットアップをこう羽織ったりとか、あの巻きつけたりとかして、この飛行機の寒暖差を避けるコーデ、はい、飛行機の寒暖差避けるコーデ、はい、このニット素材の、何これ、何これ、どこで買ったの、 GU でした、 GU、 これはもうすぐに海に飛び込むぞ、寒暖差から抜け出したら海に飛び込むぞコーデなので、もう水着なんですよね、水着を着て着てます。入場してこれ決めポーズしてルック完成ね。
今からプールに行ってきます。行ってきます。せーの、ぴょん。寒いね。寒い。でも元取れたからいいかな。どう？うん、元取れた。この後はお昼寝して、今日の夜はしゃぶしゃぶ。昼寝したのでまだ起きてません。じゃあグー豚のしゃぶしゃぶを食べていきます。こちらは本日の夜ご飯のしゃぶしゃぶです。金額もリーズナブルだったし、当日でも予約なしで入れたよ。美味しかったね。美味しかったです。また行きたい。坊主静かにして。本当もう私たちはご飯を食べて、で今からホテルで食べる飲む用のお酒とご飯を買いに行くよ。すっごい美味しかったしゃぶしゃぶ。さっぱりしててね、美味しかったね。ちゃんとさ、締めをさ我慢してさ、この後のためにさ、今お腹の余裕をさ保ってんだよね。だからでも明後日もいるから、ホテルに置いとく用の。そうだね。そう、買います。うわ、来週はボス、来週は予告しないと。ということで皆さん、来週も楽しみにしてね。来週じゃないかも。じゃあねー。